ハルフーエイは、北の木、岡田正樹主演の日本映画、2009年2月21日公開。キャッチフレーズは、だけど、それはまだ物語の途中。北川恵リ子映画初監督作品、岩井俊二と小林武がプロデュースしている、シネカノン配給。もともとはセリフ付きの台本も用意されていたが、北の木と岡田正樹のコンビネーションの良さを見込んだ。 岩井俊二の提案で、10代の恋愛模様をリアルに描くため、ほとんどのシーンが、役者自身の言葉によるアドリブで撮影された。ハルフウェイという題名は、後半の勉強シーンの撮影中に、北のキーが、英語で途中はと聞き、答え、ハーフウェイを間違えて、ハルフウェイと読んだことが由来である。小樽市の高校3年生、ヒロは、かねてから片思いをしていた相手の州から、 付き合って欲しいと告白される。札幌福祉大学に進学するヒロにシュウは、早稲田大学に行くつもりでいることを話せないでいた。ヒロは、なんで言わなかったの東京に行くのに、私に告ってどういうつもりと怒りをあらわにして、連絡拒否。シュウが、担任教師の高梨に相談して、早稲田行きを止めると聞いてヒロは大喜び。しかし、書道の教師、平林に、 書道室で相談すると、衝動で考えるのが男だ。生涯で考えると短い間だ。渋谷は魔物だらけだぜ。でも、東京でいろいろ経験してきてから君を守りたいと言われる方がいいなどと言われる。ヒロはシュウを連れて、担任に早稲田に行かせてあげてほしいと頭を下げる。戸惑いながらもシュウは自分の本心に気づく。別れることが決まり、 放課後のグラウンドでヒロは大声を上げて泣く。学校シーンのロケ地の一つとなった、北海道石狩消費高等学校北海道小樽市にある架空の高校という設定であるが、高校のロケについては、小樽市にある小樽応用高校及び石狩市南部に位置する石狩商用高校付近で行われた。ありがとうございます。